まあ、ジュニアの方ですと、まあ、当初から展開してます、ジュニア、うん、指の細い子どもたち、はい、それから女子野球、はい、それから中学野球ですね、うん、こういう小指にフィンガーループですね、フィンガーループシステム、まあ、こういうふうに、あ、奥まで指が入らないから手前で固定できるように、そうですそうです、なるほど、あのブカブカな状態をこのフィンガーループで固定してあげる、これは調整が効きます。あ、ということはこれを買っとけばこう成長に合わせてこうずらしていけばいいだけだから、毎回買い替えなくて済むんだ。極端な話、これをずっと引っ張ってもらうとフラットにもなりますよっていう、あ、もう邪魔になってきたら、はい、もう埋めちゃえばいいんだ。そうです。へえ、これジュニア用、ちょうどこの部分もクッションがありなので、あ、なるほどね、はい、ちょっと強い球を受けた時にクッションになりますよね、はい、そうです。それは自由に調整ができる、まあ、今調整できるのは、まあ、皆さんね、真似をしていただきたいですけど、弊社だけかなという、うん、1992年に開発されたものが特許を切れましたので、まあ、昔のそういう仕様が今の時代にマッチングしてるっていうのがいっぱいあるので、あ、なんか一周回ってまた役に立つみたいな、はい、ですから特許とか実用信用も、うん、まあ、縛られて皆さん使えないんですけど、はい、それが解けた時に、うんうん、まあ、大体20年ぐらいなので、はいはい、チームすれば皆さん使えばね、良いプレーがどんどん、はいはいはい、子どもたちとか、まあ、指の細い手の小さい人に向けて、うん、まあ、扱いやすくなるっていう、なるほどなるほど、薬でいうジェネリックですね、特許が切れてから一般の人が使いやすいようにアレンジして、あ、野球界でもそうなってるんですね、野球界のジェネリックやっと、これもともと外して使うものなんですか、これ今展示用に外してるわけですね、はい、そうですそうです、これはもう見やすいように、通常の、はい、通常はこういうふうになってます、あ、なるほど、はい、ジュニアなので、うん、ピッチャー、内野、外野関係なしに身長に合わせて、あ、手の大きさに合わせてご購入されるのが一番いい、なるほどなるほど、はい、だこれが一番小さいタイプで一番大きいのがこれぐらいの差ですよね、やっぱこれはめてみてフィット感とか、そうですね、選んだ方がいいしね、ですから、あの、うん、お父さんお母さんと店に来ていただければ、はい、まあ、なかなかジュニア用っていうのは手が入ってはダメなんですけど、これは親御さんが手を入れてどういう柔らかさとか、うん、どういう具合に出来上がってるかっていうのを確認していただいた上で、はい、うんうん、子供さんの時はこれをぐっと引っ張ってもらうと、はいはい、これ小さい、もう大人の手が入らない状態で、この紐で調節すると、そうですそうです、これあの弱みとか買った時にする必要あるんですか、このハンマーで叩いたりとか、いや、それはね、あのお店によって違うので、あ、お店がやってくれたりしてるんですか、はい、そうですそうです、スポーツ店で、まあ、弱み、それからスチーム加工、はい、いろいろその柔軟加工の仕方があるんですけど、うん、それがそのユーザーさんにとって一番最適なのは何かっていうね、やっぱ子供って、はい、あのこのまずこうはめて掴む時のこの握力がなくてこう困るんですけど、そういう時はどうやったらいいんですか、これは、新品の状態、今、はい、こういう状態ですけど、はい、こちらの方は、まあ、ユミスチームも入れてないです今回は、うんうん、これはもうこういう硬いまま、あ、もともと柔らかいってことですか、これこういうふうに揉んでもらうと、あ、なるほど、あ、それでいいんだ、こういうふうに叩いたりするとこういう柔らかさになる皮を使ってますので、あ、割と簡単にほぐれやすい皮ですね、あ、ほぐせると、はい、柔らかくするのはこの皮自体に衝撃を与えて中の繊維を崩してあげる、繊維を崩してるんですね、はい、なるほどね、柔らかくしたいところをどん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 叩いて、ずらして叩いてあげれば繊維がほぐれるので、うん、ちなみにおいくらでしょうか、これは、これは18,700円ですね、18,700円、はい、これは一緒です、一緒です、17,800円、キャッチャーミットは23,500円ですね、こちらの非常に柔らかい、あ、キャッチャーのね、うんうん、
これもフィンガーループがついてるっていう。あ、本当ですね。なるほど。